10年後の私にタイムカプセル、本日はですねこちらの風号のメーターでございます。長年乗っているこの風号なんですけどね、経年劣化といいますかメーターの色が褪せまして、こんな感じにメーターの色が色褪せてしまったんですね。そこでこちらです。じゃじゃん。はい、中古ではありますがまだ色褪せていないメーター、こちらが手に入りましたのでこちらの交換を今からしてみたいと思います。それでは行ってみよう。それではこのヘッドライトカバー、これを取り外しますね。バックミラーからヘッドライトカバーの後ろのこの穴からネジを緩めていく。ヘッドライトカバーが外れるとメーターが見えてくると。でね、メーターにはねこのなんか配線がねすごいいっぱいついてんだよ。だからまずこの配線をきれいに外すことをしないといけないので、配線がこういって、あ、この赤いカバーも外さないとダメだな。メーターの奥のこのコード、メーター経由でこう出てきて、ブレーキのストップランプとかのスイッチとか、このハンドルについているスイッチのスターターボタン、このスターターボタンのハーネスとか、それから、ホーン、ウインカー、ヘッドライトのライトロー、これ全部がその配線すべてがここの真ん中をに束ねられていて、で下に降りていってここのカプラーに来ているということで全部変えないといけないんだね。なるほど、原付といえども配線結構たくさん使っているんだね。この外せるカプラーから外していこう。それじゃあはめていこうかね。新しいやつと古いやつではこのぐらいの色の違いがあるもんね。それでは結構これ通すのがどうだったっけな。忘れないうちにやらないと。あれ、すでに忘れてんじゃん。どうだったっけ。親父にとってこの中腰作業はまさに地獄の作業なのであります。ウインカー、ウインカー、ホーン、
このタイミングで電気の配線が間違ってないか、ちょっとウインカーだけでも試してみようか。右、よし、左、オッケー、オッケー。あとはスターター回るかな、回るね、オッケーですね、大丈夫そう。それではくっつけていきましょう。ヘッドライトにカバー装着完了でございます。これでメーターも新品。メーターを見てください。メーター非常に綺麗な白と赤のライン、まるで新車のような。まあアクリル面にね多少の傷はありますけども、まあ、中古品5800円ということなんでよろしいんじゃないでしょうか。これでメーターも、そしてフロントパネルも、これ塗装したばっかりなんでね、新品気分がしばらく味わえると思います。ということで SYM 風50ね、メーターも新品になりまして気分も一新、またいい状態で乗れると思います。10年後の私もぜひ、こういうバイクをね少しずついじりながら楽しく過ごしてもらいたいと思います。10年後の私もこの動画笑ってみてやってください。ということで本日の動画はこの辺で終了。またの動画をお楽しみに。それではバイバイ。